こんにちは。電気工作所学習ガイド理科です。今日の学習内容は、電気シーケンスでリレーを介して組み合わせ論理回路を構成します。2つの X、OR、ゲートと2つの AND、ゲート、および1つの OR、ゲートで構成された全加算器について学習します。先に私たちは AND、OR、X、OR ゲート構成とその逆の出力値が出てくる NAND、NOR、X、NOR ゲートなどでも調べました。また、半加算器の構成についても理解していれば、全加算器部分の出力を理解することができます。画面右側の電気シーケンスには3つの入力プッシュボタンがあります。各入力ボタンの下にはそれぞれのリレーがあります。リレー X1、X2、X3 はプッシュボタン入力 PBA、PBB、PBC 入力状態を意味します。そして、出力部分でリレー L2 の動作により出力される GL ランプ、SAM がアリ、リレー L5 動作により出力される RL ランプ、キャリーがあります。ここで、リ2、リゴリレーは省略可能です。リレーの出力部分を理解するために構成されています。先に半加算器と今回の学習内容である全加算器の違いが何かをご確認ください。組み合わせ論理回路では、一つのゲートではなく他の複数のゲートを介して出力部分の結果をユーザーが指定できます。各プッシュボタンの入力により各リレーに電源が供給されます。リレーの接点の変化に応じて GL、RL ランプの出力が行われます。プッシュボタンで動作する X1、X2、X3 リレーはボタン入力を確認するもので、この時各リレー X1、X2、X3 接点を通じて電加算器の構成を理解することができます。X1、X2、X3 リレーの接点動作は、リレー L1、L2、L3、L4、L5 の電源を供給し、リレーグループの接点動作が GL、RL ランプの出力になります。まず、各回路の結線と動作を確認します。また、動作後の右側にタイムチャートを介して動作かどうかに応じた出力を確認することができます。Input on. Wiring breaker. Press the button. PBC. Release the button. PBC. Press the button. PBB. Press the button. PBC. Release the button. PBB. Release the button. PBC. Press the button. PBA. Press the button. PBC. Release the button.PBC. Press the button. PBB. Press the button. PBC. Release the button. PBA. Release the button. PBB. Release the button. PBC. Input off. Wiring breaker. Input on. Wiring breaker. Press the button. PBC.Release the button, PBC. Press the button, PBB. Press the button, PBC. Release the button, PBB. Release the button, PBC. Press the button, PBA. Press the button, PBC.
Release the button. PBC. Press the button. PBB. Press the button. PBC. Release the button. PBA. Release the button. PBB. Release the button. PBC. Input off. Wiring breaker. 私たちは今日の学習内容はリレーを介して反加算器と全加算器について組み合わせ論理回路構成を理解し学習しました。あなたは電気シーケンスを介してリレー設定と入力されたボタンの状態に応じて出力の変化を組み合わせて何が良いのかを知ってください。視聴いただきありがとうございます。サブスクリプションに良いボタン確認します。さらに多くの学習画像を作っていきます。その他の質問は映像の下のコメントに残していただければ幸いです。良い一日になってください。